みんな旅してる？どうもしげです。トから7は口の島、トからで一番行きやすい。それではスタート。トからの玄関口口の島、まもなく到着。口の島に上陸、とんでもねえ大雨だ。トカラ列島最北端、野生牛遊ぶ火山の島。港から車で送っていただいて民宿中村到着。結構奥行きあってテラススペースらしきものも。港からめちゃくちゃ近いロケーション、すぐそこに見えてます。今回の部屋は6畳の和室。すごく清潔でエアコンとテレビもあります。共用の洗面台、大きいものが2つ。共用のトイレは3つ、ウォシュレット付き。共用の男性浴室も結構広い。洗濯機だけじゃなくて乾燥機あるの珍しい。これは嬉しいですね。漫画コーナー結構たくさん置いてます。食堂も清潔で広々。早速宿で昼食のお弁当をいただきます。Wi-Fi のスピードもまずまず。今日は一日中雨なので宿にこもります。宿でビールは売ってるようなのでいただこう。南から上がってってるんですか？南から上がってってるんですけど、まあ、ちょっと宿が一部。宿の夕飯いただきます。魚がもりもり。16日の船での。タイの仲間の刺身たっぷり、うまい。カツオの焼きも塩もしっかり当たっててうまい。なんかこっちの方が魚影濃い気がする。魚ときて麻婆豆腐、いいね。宿泊者さんに黒糖焼酎黒いさに式分けていただきました。3杯目も黒いさに式水割りいただきます。でもこの人はよくね、生さんが、うん、明日は口の島をぐるっと回ります。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。今日も午前中は強風で雨っぽいので宿に待機。ということで部屋で動画編集に専念します。昼飯はラーメン、チャーハン、餃子。これはすごい。午後になったら急にいい天気、晴れてくれました。宿で車借りれたんで島をぐるっと一周します。それでは口の島ドライブスタート。まずは温泉に向かうので鍵をコミュニティセンターで借ります。200円払って温泉の鍵借りてきたので温泉向かいます。途中で野生牛のゲートが現れるので車降りて開けてきます。純血種黒毛和牛の野生牛が見られるのは世界でここだけ。ゲートは車を通したら必ず閉めてねということです。
よーし、ゲート閉じたので温泉に向かいましょう。何もない、ありのままの大自然。ついに野生牛道路で発見。のそのそ歩いていく。横通っていきましょう。30分ぐらい走ってセランマ温泉に到着。借りてきた鍵何本もあるので順番に挿して開けます。あ、この鍵ですね。ついに開きました。中は想像よりだいぶ新しくて綺麗。これが男湯、シャワーもついてて綺麗ですね。自分で溜める仕組みらしいので、これで蓋をしてと。そして差し水で温度調整するんですね。難しそうだな。内湯の建物の裏には露天風呂もあるようです。こちらの風呂も鍵で扉を開けて、この露天風呂に自分でお湯を溜める仕組みのようです。内湯か露天風呂、どちらか好きな方を選べるということですね。お湯溜まるまで何十分かかかるので、遊歩道を歩いて海まで下ってみましょう。これ流れてんの温泉なんだけど見えるかな。オタマジャクシがいんのね。ダーウィンが来たでも特集されたらしいんだけど、世界で最もあったかいところに住んでるオタマジャクシなんだって。遊歩道はなかなか自然そのままに近い道だね。下っていきます。こういう小川みたいなのを渡らなきゃいけないから、歩きやすい足元で来てください。ダメだ、遊歩道かなり崩れてて途中で道見失ったから戻ります。15分ぐらいで道はかなり分かりづらいので、この看板を目印に進んでください。着いたー。これが海辺の展望台ですね。案内板とぶっ壊れちゃったであろう机とベンチが置いてあります。海の向こうには前回いた中之島がドドーン。海岸まで降りる道はないようなので、暇つぶしで来たい人は来るってレベルかな。往復30分ぐらいで帰ってきました。いい汗かいたね。よっしゃー、お湯溜まったから温泉入るぜ。いいわー、快適、気持ちいい。入浴後はお湯を捨て電気を消し、入り口の鍵をしっかり施錠して体感します。逆側の野生牛のゲートに到着したので開けてきます。続いて標高501メートル横岳まで車で上がってきました。この道路をずっと上がってきたんだけど、見晴らしいいね。遮るものが何もないから遠くまでずっと見えます。あれは1970年に無人島になったガジャ島と小ガジャ島。おっかねえ、壊れたガードレールの先はトカラ列島最大の中之島。晴れてたらトカラ富士めちゃくちゃ綺麗に見えそうですね。こうして見ると口之島もダイナミックな地形だな。山頂には無線中継局があります。口之島最高峰標高628メートルの前岳。口之島からチャンネル登録よろしくね。道路にレンガのラインが引いてあって何かと思ったら、ちょうど北緯30度のラインでした。日本で北緯30度が通っている陸地は口之島だけなんだって。続いて平瀬海水浴場にやってきました。砂浜ではなくゴツゴツした岩場の海岸。自然の海岸を利用した浅いプールみたいになってるんですね。晴れてたら青くてとっても綺麗かもね。海だけじゃなくて口之島の山並みもバッチリ見える場所です。続いては来島時に上陸した西の浜漁港。口之島はトカラ列島最北端なので、ここがトカラの玄関口。他の島と違って待合所はしっかりとした建物になってます。続いてフリー岳展望台。駐車場から480メートル、まあまあ歩きますね。頑張ろう。遊歩道はしっかりコンクリートで舗装されてて歩きやすい道ですね。太平洋戦争時日本海軍の見張り台があったところで、兵舎跡や防空壕跡などが残ってます。こんな山を削って防空壕を掘ってたなんてすごいですよね。うわ、ラスト地獄の階段登りだな。10分ほど登って展望台到着。
うおー、360度視界がすべて開けてる。めっちゃいい眺め。結構大変だけど登ってきてよかった。口の島の山並みが一望できる。北東方向にはかすかに屋久島と口永良部島の島影も。ここも晴れてたらより素晴らしい絶景だと思います。 OK、 それじゃあ階段下って帰っていく。この階段下ってる景色もなかなか壮大だよね。最後、高台にある集落を少しブラブラ散歩します。道めっちゃ狭くて迷路みたいだから集落運転するの超怖い。温泉の鍵を借りた役場の出張所を兼ねたコミュニティセンター。温泉の鍵はコミュニティセンターに引っ掛けて返しておきます。役場の出張所ではまあまあ早い Wi-Fi 使えます。コミュニティセンターにも里の湯温泉っていうのがあるらしい。どんなのかわかんないけど、コミュニティセンターの目の前にあるカウという湧き水、大きなガジュマルの木もあって島民の憩いの場になってるそうです。郵便局ありますが ATM ないのでゆうちょ以外は下ろせません。診療所、常駐医師はおらず看護師さんのみ常駐してるらしいです。コインランドリーありますが、しかし乾燥機故障中。ちっちゃいけどガソリンスタンドもあります。もしかして都からでは一番でかいかも。売店もあります。口の島小中学校への道、神秘的だな。高台にあるこじんまりとした口の島小中学校、こちらは小中学校の3回留学生のための寮。以上、島民およそ100人、口の島の集落でした。島の宿泊施設は4軒、うち3軒は集落に密集しており、1軒目は松本荘、2軒目民宿富士荘、3つ目黒潮の宿。島一周ドライブを終えて民宿中村に帰ってきました。今日もいい宿で買ったアサヒスーパードライ乾杯。吉賀さん頑張って。ありがとうございます。宿の夕飯いただきます。都から名物の大名たけのこ、酢味噌でシャキシャキうまい。そうなんですね。そんな早くから飲んでたんだな。知らなかった。そうなんですね。まさか島ですき焼きが食えるとは。うまいね。この汁の中に入ってる魚もふわっとしててめっちゃうまいわ。うん、水イカか甲イカ、とろっとしててうまい。カツオのたたきもうめえな。酒すむわ。サワラでもほら、わずね、でかくなるカツオでした。2杯目は芋焼酎に島みかん入れちゃいます。ちなみに俺焼酎飲むのって何ヶ月ぶりですか。3杯目も焼酎水割りの島みかん入り。だって船ぐらいあったんですよ、サメは。だからイサキ釣りとか黒釣りとかそれで行ったんですよ、手伝いで。明日朝5時の船で平島へ。おやすみなさい。おはようございます。午前4時過ぎ、まだ真っ暗。車で送っていただき、少し明るくなってきた港に到着。朝5時前から集まらなきゃいけない島の方々は大変ですよね。前日23時に鹿児島を出港したフェリー豊島到着。5時過ぎ、口之島出港。バイバイ口之島。トカラ列島最後の舞台、平島が見えてきました。今回はここまで。
口の島からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。